これだな。うまく取れたぜ。アロハ。Thank you. Really pissing me off. 後悔するなよ。私の出番ね。What's wrong? Do your work. Give me your best shot. I'm gonna hurt you. さっさと来い。はあ？釘付けにしてやる。よし。一緒にやる？調子出てきたぞ。何？ついてこれるか。ほら来いよ。シンプルに手数がいるな。加減しねえぞ。俺もやれるぜ。せい。俺の番だ。よし。手加減はなしだ。ついてこれるか。俺の番だな。吸収が早いのよね。よし。開けてみるか。開いたぜ。Hey, asshole. Really pissing me off. さあ、行きますか。私の出番ね。合わせるぞ。やっちまうか。手貸すぜ。どうした。Do your work. Take it. よし。調子出てきたぜ。ふう。ステイ。
相手してあげる。俺の番だ。Do your worst。Come on, get some. Yeah. Yeah. Chimaoka. Yeah. 俺の番だな。Come on. 行くぜ。放電準備。ガンガン行きたい。2人がかりだ。来ない。はっ。せい。はっ。人間もらっちゃう。ごめんね。さてと、私の出番ね。覚悟。おーりゃ！よし。もらった！はっ！もらってしまえ！ぶちかます！うれっ！あっ！よーし！はっ！お茶にしましょう。よっと。ありがとよ。でもいいぜ。よし。フラフラするぜ。Do your work。いくぜ。おや。やるこげを。ガンガン行くぜ。ガツンと行くぜ。みんな死ぬなよ。これでありがとう。私の出番ね。ふう。はい。問題ねえ。手加減はな。ついてこれるか。加減しねえぞ。腰抜けやろうが。私も。ちょっと待って。これ何だかも。相手してる。Do your worst。全力でかま。よみがえれ。天使よ！なめんじゃねえ。調子出てきたぜ。ほら来いよ。終わらせる！ほっ！Back in business, baby!よし。ガンガン行くぜ。腰抜けやろうが。受けてみろ。ぶっ飛べ。手加減はなしだ。ならねえな。まだ強くなれる。これが俺の真骨頂よ。よし。ん？あそこ開けてみるか。やったぜ。Run on home to mama。かかってきやがる。よし。狙うか。俺もやれるぜ。俺の番だな。
手加減はなしだ。合わせるぞ。ほら、私の出番ね。やんのかい。いけるじゃん。うん、うまいね。ちょっときついかな。楽しませてもらうか。かかってきやがれ。よし、やるぜ。ガンガン行くぜ。
てみな。ほら、ぶちかます。うおよっしゃ、勝利勝利。ふあ、さっさと始めようぜ。私の出番ね。やんのかい。どうした。Do your worst. Go on, do this. てやっちまうか。おら、調子出てきたぜ。いつでもどうぞ。おら、やっちまうか。俺の番だな。私の出番ね。二人がかりだ。You ain't shit.寄るんじゃねえ。ぶちかます。何来ない。あれ、調子出てきたぞ。寝てるわ。勘弁してくれよ。よし、低下すね。ほら、よし、勝利勝利。よし、なんだよ。
近づきの印です。いかがでしょう。これは誰か。よし、やってやろうじゃねえか。Don't make a fool of me! Aloha! Aloha! Hey! Yeah! Aloha! Hi! ちょっときついかな。アロハ。いただきます。いただきます。ロッホ、カンラ。ナチョスとラムチョップ、香辛料が効いててなかなかスパイシーだ。ええ、だがあえてハワイで辛いもの食って汗をかくってなんか贅沢な感じするな。贅沢？おうよ。冬に暖房つけた部屋でアイスを食ったり。こうして涼しい店で辛いもの食ったりってなんか贅沢感ないか。いまいちピンとこねえな。暑い日にアイス食うのがいいと思うけど。ある意味四季がはっきりしてる日本ならではの考え方かもね。寒い季節にアイスを食べるって楽しみの一つだったりするし。トミーも真冬に日本来てみな。こたつで食うアイスクリームのうまさはやってみねえとわかんねえよ。アイスくらいおごってやるぜ。お、いいの？私もやってみたい。こたつのアイス。なんだよ、ちーちゃんもやったことないのか。じゃあいつかみんなでコンビニで好きなアイス買ってこたつで食おうぜ。なんか楽しそうだな。期待しとくぜ。だね。楽しみ。Thank you very much.
気合い入れるか。さて、いいコンディションだ。そろそろ行かない？いつでもやれるぜ。ふう。なんか眠くなってきた。切っていこう。さて行くか。おするか。
楽しくて好き。ご苦労さん。よ、ちーちゃん。さっきは何かあったのかい？もしかして話聞こえてた？いや、そうじゃねえけど。そっか、さっきの電話相手はジーヤ。私のことで不穏な噂を聞いたって言ってきて。ちーちゃんの不穏な噂？今さらなんだけど、私が人のパスポート盗んで第五地区へ入ったって話。噂っていうか事実なんだけどね。人のパスポートって、それ俺のやつのことだよな？その話がどういうわけかジーヤの耳に入ったみたい。バラクーダの巣窟に私が行こうとしてたって。でもそりゃもうとっくに済んだ話だし、ジーヤさんには人違いとか言ってしらを切りゃいいだろう。そうしたんだけど、ジーヤとしては噂を聞けば聞くほどお嬢様の特徴と一致するって動揺してるの。あとは私が何言っても信用してくれなくて。いや、しかしよ、そもそもジーヤさんはどこでそんな噂聞いたんだ？ハワイにはろくに知り合いもいないんだろう？そこについてはちょっと甘く見てたみたい。ジーヤ誰にでも腰が低くてコミュ力高いんだよね。それでいつの間にか友達もできてて、私の噂についてはジェフから聞いたみたい。ジェフ？もしかしてあのタコス屋のか？盗品買い取ったりしてた。そういうこと。ジーヤはランチはしょっちゅうあそこのタコスを食べてたらしいの。ジェフが多少いかがわしいことも承知で楽しくおしゃべりする仲なんだって。すげえな、元格闘家で富士宮家の執事、おまけに年取ってもコミュ力旺盛って。はっきり言って見くびってたよね。ジーヤがどんどん私に迫ってきてる。いっそ俺らのパーティーに引き入れちまうか。元格闘家なら頼もしい仲間になりそうだし。もうそんな年じゃないよ。だって77歳だよ。いや、まあ仲間にしちゃえばちーちゃんの行動も秘密にしててくれるかなって。何にしても今すぐジーヤが私を見つけるってことはないだろうし、慌てないようにしてる。でも待てよ、そうなると今度はジーヤさんが危ない目にあったりしねえか心配だぜ。どういうこと？ジーヤさんはちーちゃんが第五地区に行ったらしいって噂を聞いたわけだろ。ところがちーちゃんはそのことを認めようとしない。この後ジーヤさんはどう動くと思う？わかんない。俺がジーヤさんだったら自分の足で第五地区に行って噂が事実か確かめる。で、その証拠をつかんでからちーちゃんに本当のことを問い詰めるんだ。そんな、でもあそこはおじいちゃんがフラッと入れるような場所じゃないし、他人のパスポート盗んだり悪徳警官の協力がなきゃ先に進めないんだよ。ああ、けどそうとは知らないジーヤさんは大事なお嬢様の足跡を追っていこうとする。だからその時バラクーダのチンピラなんかから痛い目に遭わされねえかなって。そっか、参ったな。じゃあとりあえずまたジーヤに連絡してみる。もし第五地区に行くようだったら絶対行かないように言っとかなきゃ。
これだけお嬢様に心配されりゃジーヤさんも幸せだな。俺もいつか執事やるときにはそうありてえもんだよ。昔はこんな心配になるような人じゃなかったけど、さすがにもう若くないから。今までずっと甘やかしてもらってたんだし、少しは恩に着ないと。今日はなんだか首相だな、じいちゃん。かもね。私がジーヤを心配する日が来るなんて。そう思ったら時の流れを感じちゃってさ。じゃあ覚えときな。そういう時に飲む酒はしみるぜ。知らなかった。じゃあ試してみるね。お。いつでもやれるぞ。おう。いいよ。全力で行こうぜ。決まっていけよ。行くぜおめえら、突撃。みんな勝ちに行くか。ファイト。どこから攻める？早く倒れろよ。死ぬ。行くぜ。ジュリア。楽しくなってきたな。おめえに決めたぜ。てるぜ。ナイスな一撃だ。こいつで これからだ。流れを変える。
これでどうだ。シェイク、とっておきの準備ができたぜ。よっしゃ。楽しくなってきたな。おめえに決めたぜ。相手さん、いい面構えだぜ。これからだ。こいつは効くぞ。そりゃナイスな一撃だ。こいつで。こいつで。よし。流れを変える。信じてるぜ。よっしゃ。出てよかったな。最後に決めるぜ。せーの。しないよ。ゴールか。お。What's with your face? What's with your face? How's it going? お。あれは青空将棋か。ハワイにもあるんだな。気が向いたら立ち寄ってみるか。やんだみてえだな。I'll bury you! 戦闘準備完了。全力でかまって。なんだよ。
行くぜ。俺の気持ち受け取ってくれねえか。なんだ、これじゃダメ、これじゃダメか。いらねえよ。いい感じだな。What are you looking at?英語版で売ってる。表紙のデザインも違うし、なんか新鮮だな。こっちでも結構人気あるんだぜ。アニメも放送してたりするしな。へえ、そうなんだな。トミーも読んだりするのか。まあな、タクシーやってる時は会話の種になったりもしたんだよ。なるほどな、そういうところで役に立ったりもするわけか。ただそうなってくると日本人客には注意が必要なんだ。まだこっちで掲載されてない最新話のネタバレを食らうことがあるからな。そういう危険もあるのか。おお。そう。そう。しびるんじゃねえぞ。後悔するなよ。よし、
狩り係だ。どうしてるんじゃ。ほら来い。どうした。よし、やるぜ。どれやるれ。私も。やる。俺の番だな。一緒にやる？仕上がれ。どれあれ？ほら来い。うら。調子出てきたぜ。何？来ない。いつでもいいぜ。よし。あ？ほら来い。やんのか。手貸すぜ。あ？やっちまうか。ほら来いよ。いつでもどうした？見てんのか？ほら来いよ。さっきさ。やんのかい？腰抜きあるな。なんだ？私の出番ね。おいおい。さっさと来い。手貸せ。信じられねえ。いつでもどうぞ。合わせるぞ。うわっ、うわっ、どれあれ。俺の番だ。俺もやれるぜ。おや、手加減はなしだ。次だ。こいつを捕まえたんじゃねえか。悪かったな。わかった。待てよ。
俺だな。うまく取れたぜ。安全運転で行こう。Aloha! Thank you very much. Fork over your cash. おっしゃ、行くぜ。よし。俺もやれるぜ。いつでもいいぜ。二人がかりだ。俺もやれるぜ。二人がかりだ。手加減はなしだ。やっちまうか。よし、やるぜ。合わせるぜ。俺の番だな。一緒にやる？俺の番だよ。どうした？ Don't forget to stay away next time! うわっ！立ってた。うわ！私の出番ね。さっさと来い。せいや！調子出てきたぞ。ついてこれるか。いつでもいいぜ。セシドリア。ガンガン行くぜ。次。敵なし。だな。
Aloha! Thank you very much. Oh, hold on! これだな。うまく取れたぜ。 Thank you. そろそろ充電しねえと。
are you staring at? Yeah. Aloha. Thank you for stopping. Aloha. How's it going? さあ、行きますか。私の出番ね。俺もやれるぜ。二人がかりだ。やっ。ほら、来いよ。一緒にやる。ちょ、什么？手加減はなし。 私も。俺の番だな。狙うか。合わせるぜ。どうした。よし。 相手してやろうが。ガンガン行くぜ。よし。狙うか。いい調子だぜ。 我真不。
别想活着回去。不是，行くぜ。私の出番ね。拿出真本事来啊！よし。怎么了？やるのか。狙うか。や。はっ。調子出てきたぞ。ついてこれるか。加減しねえぞ。何？来ないの？俺もやれるぜ。俺の番だ。ほら来いよ。よし。二人がかりだ。いや。手加減はなしだ。いつでもどうぞ。腰抜きやろうが。相手してあげる。寝てるな。俺の番だな。うら。あら。よし、やるぜ。合わせるぞ。私の出番ね。どうした？調子出てきたぜ。俺の番だ。俺もやれるぜ。パーリー！ホルメ！よし！勝利勝利！ハロー！Aloha. Thank you.Aloha. Thank you for stopping.
いける。悪くねえ。うまいね。ここだよな。まあ間違いねえはずだ。くそ、一杯食わされたか。だが合言葉と妙に噛み合う。本場中国の焼き餃子だったな。確かに。じゃあとりあえず入ってみる？こりゃやっぱ外れかな。普通の中華だよ。ごめんなさいねお客さん、もうラストオーダー終わっちゃったの。また来てちょうだい。え、あのよ、俺ら本場中国の焼き餃子を食いに来たんだ。なんて？いや、本場中国の焼き餃子だって。間に合わねえかな。あちらのテーブルにどうぞ。これはどっちだ？わかんない。どっちにせよお腹空いちゃった。ダメでもここで何か食べていきましょう。それこそ本場中国の焼き餃子。中国では水餃子が一般的で、焼き餃子はほとんど食べられてない。あ、だからこんな合言葉なんだ。桐生さん博学。昔からクイズの類には縁があってな。しかし注文も聞きに来ねえな。こっちから呼ばねえとダメか。あのすんません。ずいぶんでっけえ音だな。カムフラージュしてるのか。それにおそらくここだけじゃなく場所も候補がいくつかある。警察も手を焼くわけだ。Pardon the delay. Please enjoy yourselves tonight.
おう。はあ。わかった。ちいちゃん。なあ。はあ。いいや。いや。悪かったな。そうだ。悪かったな。はあ。キリュウさん。春日、違う。おい。すんませんでした。おう。なあ。
おう。本日はようこそお越しくださいました。私こちらの支配人を務めさせていただいております。本日のお客様には幸運の女神がついておいでだ。羨ましい限りです。へへへ、ありがとうよ。ハワイにはご観光で？ま、観光半分仕事半分ってとこかな。それはそれは。なあ支配人さんよ、楽しませちゃもらってるが、正直ここはちょいと物足りねえな。と申されますと？ギャンブルってのはこんなしけたチップを取ったり取られたりで楽しむもんじゃねえだろ。いやさ、噂に聞いてるんだよ、涅槃騎士のこと。金はあるんだ、金は。でもうちの会社はまだまだ業界じゃ新参でな、あそこに行けるようなつては持ってねえんだよ。おかしな話だとは思わねえか。身を焦がす勝負に挑む権利は年季で手にするものなのか。申し訳ありません。あそこにはここ以上の審査基準が設けられておりまして、私の一存ではご案内申し上げることはかなわないのです。おい支配人さんよ、そんな釣れないことを言うもんじゃねえ。こっちはあんたが頼りなんで、頼むぜ。残念ながら。ここで行き詰まりかよ。支配人さん、涅槃騎士には富士宮もお世話になってるはずですけど。ん？あなたは？申し遅れました。私、日本の富士宮家の長女、千歳と申します。この人、私の連れなんです。私の連れとしてなら、この方たちも一緒に涅槃騎士へ案内してもらえるのではありませんか？ちーちゃん！おい、そんなこと言って実家に連絡行ったらどうすんだよ。一緒に家でしてくれるんでしょ。私だってね、本気で茜さんを助けたいの。それに私だってかっこいいとこ見せたいしね。さあ、いかがですか支配人さん。本部に確認を取ってもらえれば、私が本人だということは分かると思いますよ。少々お待ちください。いいのか。おそらく実家にも確認が行くぞ。これでちょっとは信用してもらえた？したやつだ、あんたは。くそ、カッコつけやがって。カッコよかったでしょ。お待たせいたしました。本部の確認が取れました。それで？大変失礼いたしました、富士宮千歳様。涅槃騎士へご案内いたします。そう、ありがとう。さてと、本当へ一歩近づけたね。一歩どころじゃねえ、もう手を伸ばしゃ届く距離だ。ありがとな、ちーちゃん。素直でよろしい。で、どうする？早速乗り込むのか？そうしたいところだが、春日は本当たちに追われる立場だからな。涅槃騎士に自分から乗り込むのは飛んで火にいる夏の虫ですか。
確かに。春日、お前は後方支援に回ってもらう。後方支援って何ですか？俺、頭使う感じのはどちらかというと苦手で。涅槃技師のそばで俺らの様子を見てくれりゃいい。これから乗り込む先は岩城の本丸にある裏カジノだ。いざって時に外から脱出ルートを確保するんだ。花輪に行って大道寺の通信機器を一式揃えてもらおう。へえ、通信機材。ちょっと面白そうじゃないですか。戦闘準備完了。よし、やっちまうか。俺の番だな。うらやるのか。ぶちかます。狙うか。調子出てきたぞ。低活ね。うそ、おれ、はい、いい調子だぜ。出発するか。There you are. さっさと始めようぜ。よし、どうした出てきたぞ。俺の番だ。私も。やっ。
よし。俺もやるぜ。ファーストよし。勝利しよ。ハロー。はい。アロハ。いただきます。ごちそうさま。Thank you.全力で行くよ。俺もやるぜ。手加減はなしだ。手貸すぜ。行くぜ行くぜ。あよっと次。いい調子だぜ。アロハ。
安全運転。よし、合わせるぜ。いつでもいいぜ。手加減はなしだ。俺の番だ。相手してどうした。You think I'm stupid? Come at me! 嫌な気分だ。ビビってんのか？ さっさと来い。私の出番ね。うっとうしい。調子出てきたぞ。やっちまうか！いつでもどうぞ。俺の番だな。狙うか。カナッチ！ほら来いよ。スクーユー！ソンヒーリングコース！やんのかい？よし！手貸すぜ！嫌な気分だ。手加減はなしだ。二人がかりだ。俺の番だ。どうだ。よし。よし、こら。私の出番ね。俺もやれるぜ。おりゃ。相手してあげる。全力で弾よみがえれ。戦士よ、俺の番だ。まだやれる。よし、こらよし、いつでもいいぜ。お茶にしましょう。ちょっと休憩。すまん。私の出番ね。ビビってんのか。覚悟。せい。俺の番だ。受けてみる。行くぜ。アタック。よし。手加減はなしだ。よし。何？来ないか。寝てるわ。Oh God, I'm bleeding. Oh God, I'm bleeding. Come at me. 容赦しねえぞ。よし。やんのかい？まだ強くなれるだろうね。また強くなっちまった。
これは俺の気持ちだ、受け取ってくれ。どういうことだ。信じられるか。いつでもやれるぜ。ゲストスキップチームでかかってきやがる。全力でたまって、この調子真の出来じゃねえか。じいちゃん、こういうの普段から食べてそうだよな。好きだけど、いつも食べてるってわけじゃないよ。朝は卵かけご飯が好きかな。え、そうなの？俺もよく卵かけご飯食うぜ。卵かけご飯仲間だな。いいね、卵かけご飯仲間。ベーコンを炒めて粉チーズと卵をかけてカルボナーラにしたり、ふわふわのメレンゲに黄身を乗せてトリュフかけたり、どれも美味しくてお箸が進むよね。悪い、俺ら卵かけご飯仲間じゃなかったかもしれない。安全運転。暑いかな。
アロハ。 Thank you。 いらっしゃい。ご要望は？始めるよ。いい感じにしといたから。これでいい？念入りに。始めるよ。いい感じにしといたから。これでいい？念入りに手入れしといたよ。おい。よ。いらっしゃい。なあ。え？なあ。いらっしゃい。なあ。え？まだま、いらっしゃい。また来てよ。
いらっしゃい。ご要望は？助かるよ。いい仕事しなきゃね。また来てよ。Ms. Fujinomiya, we've been expecting you. Thanks. Uhyo, mokete yagan na. Mieteru ka? Bacchiri desu. Sasuga daidouji ippa. Maji de 007 mite da. Kore kara tatemono ni hairu.電波が悪くなってきたらすぐに行ってくれ。了解です。気をつけてください、キリュウさん。みんなも伝えとくよ。よし、早速入るぞ。落ち着かねえなこの格好。俺靴下嫌いなんだよ。サンダルに履き替えて。何言ってんのよ、ジャケットしてよ。 Right this way, Ms. Fujinomiya. Thank you.じゃ、行きましょう。エスコートお願いできます？喜んで。何それかっこいい。俺は？俺何役？さあね、召使いとか。はあ、なんだよそれ。
エレベーターに乗った。繋がってるか。ちょっと飛び飛びになりますけど、大丈夫です。確かに第五地区とは比べ物になんねえセキュリティみたいだ。ですね。じいちゃんに感謝だわ。Thank you for waiting. Floor 7.5. Good luck to you. あの扉の奥が火事の巣かね。ああ。問題はここからだ。想像してたのと随分違うな。いや、間違いなくここは超ビップ向けだよ。見て。あれはビスケットっていうチップの一種。あれ一枚で1000万円くらいかな。1000？ マジかよ。カスカ、見えてるか。はい。ウォントが接近しそうな人間は見当たりそうですが、バカ勝ちしてる客とか探してみる。 Hey, handsome. ちょっと、キリュウさん、どこ見てるんすか。お前のために良かれと思ってな。なんすかそれ、余裕っすね。一通り見て回ったが、飛び抜けてバカ勝ちしてるような客はいないな。客はアジア系が大半だな。しかしまあ、みんな楽しそうな子って。ねえ、今ちょっと客同士の話が聞こえたんだけど、もうすぐオーナーが来るんだって。オーナー、お目当てのウォントーのことだな。そう、ウォントー、ここには毎日顔を出しに来るみたい。もうすぐってどんくらいだよ。それは分からないけど。行ってるそばから来たよ。ようこそ涅槃騎士へ。いつもご実家にはお世話になっております、富士宮千歳様。それにカメラの向こうの春日一番さん、見えてますか。バレバレだったわけか。お気づきにはならなかったでしょうが、ここにいらっしゃるまでにありとあらゆるボディチェックはさせていただいたんですよ。小型の盗撮セットを検知するくらいわけはありません。何せここは世界中のVIPをお迎えする場ですから。VIPを迎えるにしては随分と騒がしいところだな。ここのお客様方は当たり前の豪華さにはもう飽き飽きしているんです。ここへいらっしゃる方が満たしたいのは優越感なんですよ。ん？何のだ。
アメリカという国に対してです。彼らが駆け出しの頃追いかけていた背中は大国アメリカでした。マッチョイズムと自由を謳歌する夢の国、そんなアメリカは常に憧れであり、しかし同時に劣等感を抱かせる存在だった。そのコンプレックスを払拭するために彼らは死に物狂いで働きました。しかしようやく彼らが成り上がった頃にはアメリカはすっかり様変わりしていた。多様性を重んじマッチョイズムを追放し、自由よりも気遣いを重んじる国になった。だからここでかつて憧れたアメリカを堪能するってわけか。はい、ここには彼らがかつて愛し心のどこかで憎んだアメリカの姿があります。お客様方にその思いの丈を存分に晴らしていただく、それが当カジノのコンセプトでして。あなた方もお遊びになればわかりますよ。あいにく興味ねえな。俺たちの目的はお前だ。それは光栄です。歓待いたしますよ。特に春日さんにはぜひお会いしたいと思っていたんです。お呼びいただけますか？来ちゃダメって伝えて。裏があるに決まってる。いや、裏も何も、奴は今まさに春日を脅してるんだ。来ないとこいつらを殺すぞってな。話が早くて助かります。だそうだ。聞こえたな。ええ、すぐに向かいます。いらしたようです。無事か、みんな。ああここの空気には一向に馴染めねえけどな。そっか、お待ちしておりました。ようこそ春日一番さん。お招きいただきありがとうよ。あんたには聞きてえことがあんだ。こちらもあなた方にお聞きしたいことがある。それはもうご存知ですね。茜さんのことか。それはこっちも同じだ。結構、ここは騒がしい。どうぞ奥でゆっくり語り合おうじゃありませんか。上等な酒を用意させます。ここを楽しむ時間もなしか。一応俺たちは客として来てんだけどな。申し訳ありません。ですが私の1分は高いですよ。それこそここでジャックポットを当てるくらいの価値はあるかと。言ってみただけだよ。ああ、行こうぜ。どうぞ。こりゃ、これがネハンギシの頑丈のボスのアジト。質素ってレベルじゃねえぞ。あんたの同業のバラクーダのとこにもお邪魔したんだけどよ、あっちのボスは分かりやすいマフィアのアジトって感じだった。あんたは随分とつつましやかなんだな。私も昔はね、死に物狂いで金を稼いでひたすら高いもので身を固めることに躍起になっていました。でもね、ある時分かってしまったんです。は？もう私はいついかなる時でも金で買えるものは手に入れることができる。そう確信していれば
実際に手元に物があるかないかなんてどうでもいいんですよ。手元にあるのは本当に必要なものだけでいい。私の場合、このデスクと椅子とパソコンです。表でサイコロの出目やらトランプの数に一喜一憂してる連中なぞ、そのことがまるで分かっていない。お客様は神様ですとまだ言わねえまでも、見下すのはいただけねえな。少々喋りすぎました。こういう話ができる相手がなかなかいないもので。さて本題といきましょう。春日一番さん、あなたはパレカナの養護施設で所長を務めていた茜という女性のご子息である。間違いありませんね。間違いないのかは正直わかんねえんだけどな。ま、多分そうだ。我々は茜さんを探している。彼女の居場所をご存知でしたら教えていただきたい。当然お礼は差し上げます。あいにく知らねえんだ。ま、知ってても教えねえけどな。その言葉が本当かどうか試してみるとしましょう。给他留张嘴说话，除了春日都杀了，不二宫的女儿也是。啊？なんつった？聞くまでもねえって。みんな気合い入れろよ。私の出番ね。いつでもどうぞ。はっ。やん。はい。よっと。さっさと来い。やあ。でもどう。よし、やるぜ。俺もやれるぜ。トーマゴール。はっ。よし。俺の番か。おじけづきましたか。寝てるわ。ビビってます。よし、どうした。はあ、ちょっと聞いて。何？来ない。調子出てきたぞ。二人がかりだ。
おや、うわ、よし、俺の番だ。腰抜け野郎がいつでもどうぞ。受けてみな。行くぜ。さてと、あまり調子に乗らない方がいい。私の出番ね。覚悟。やっ。こんな奴らに半殺しでは刺さんぞ。どうやらあなた方を見くびっていたようだ。手加減はなしだ。終わらせる。よし、やるぜ。相手してやる。ビビってんのか。おじけづきました。どうした。いつでもどうぞ。腰抜き野郎がガツンと行くぜ。受けてみな。遅いですね。よし、相手してやる。もらった。やっ、遅いですね。よし、いつでもどうぞ。は、遅いですね。気が乗らない。ほら来いよ。覚悟。おりゃ、遅いですね。調子出てきたぞ。寝てるわ。次勉強だけはさせてやるよ。また成長しちゃった。お前らはどうやら見込み違いだったみてえだな。これでやっと落ち着いて話せるな。あんたに聞きたいことがある。アカネさんを追いかけてる訳を聞かせてくれ。彼女を見つけたらどうする気だ。それと俺が彼女の息子だって話は誰から聞いた。質問を絞ったらどうだ。好きなのから答えな。全部聞かせてもらう。もう頼れる部下は残ってねえんだろ。まだウォン・トウさんって言ったよな。あんたが頑丈のボスってことでいいのかな。総帥だ。そうかい、そりゃ悪かったよ。で、総帥のウォン・トウさん、あんたが茜さんを手下に探させてる理由は。あの人は養護施設の優しい所長さんだぜ。あんたらみてえなのと何の接点がある。俺が聞いてるうちに答えた方がいいと思うけどな。キリュウさんは俺ほど優しくねえぞ。あんたが案外手強かったんで少し疲れちゃいるがな。
それでも安心してくれ。あんたが気持ちよく喋れるように全力でサポートしてやる。くっ、俺はできたらもうあんたを殴りたくねえんだ。あんたの部下たちも見てるしな。こんなとこで泣かせたり悲鳴上げさせたりすんのはいくらなんでもひどすぎる。恥はかかせたくねえ。ばあさんを探しているのは頼まれたからだ。どうせバラクーダも同じ理由で探している。何しろオーナーの案件だからな。オーナー？何言ってんだ。ここのオーナーはお前だろ。私が言っているのは名判義士なんてチンケなオーナーのことじゃない。ハワイのオーナーのことだ。ハワイのオーナー？我々ガンジョウやバラクーダは表向き競合組織とされているが、実際はオーナーがそれぞれ支配する支部に過ぎない。オーナーとはまさにハワイの裏社会の所有者なのだ。アカネとかいうばあさんはオーナーの宝を盗んで逃げている。そいつを取り戻してやれば一つ貸しを作ることができる。オーナーは借りたもんを何倍にもして返してくれる。なんだそれ。统帅，我认为老板绝对不会希望听到您再多说一个字。啊，哦，坐嘞。老板会成倍给您的，可不只是帮他干活的报酬，背叛时需要付出的代价也是翻倍的。你小子，难道是老板那边的奸细？您已经背叛了的事很快就会传到老板手下的耳朵里，接下来就由我来举火为号吧。举火？什么意思？おい、俺らにも分かる言葉で話せ。誓死效忠，誓死效忠，誓死！啊！ここ、やっぱり高いフロアだったよな。何が起きたんだよ、今。あいつは何したんだ。さっき中国語であいつなんて言ってたんだ。私のオーナーへの裏切りはすぐに知れ渡ると。飛び降りたのはオーナーからの監視役だったってことか。他には呪しをあげると言っていた。そして外へ。呪し？じゃあさっきの飛び降りが裏切りを知らせる合図。息子が危ない。私の息子が。何？快联系我儿子在的那个房间，让人守好，谁也别放出来。そいつらの手をほどけ。息子に護衛を向かわせる。は、でもよく分からねえが言う通りにしてやってくれ。緊急事態らしい。桐生さんがそう言うなら。息子の部屋に行かせてくれ。ペントハウスにいる。ここの最上階だ。分かった。でも逃がさねえぞ。俺らもついていく。ならこっちだ。早く。
あんたの息子っていくつだ？まだ6歳だ。母親は出て行った。シッターをつけている。6歳か。思ったより小さいな。你们是？其实您根本不用着急，统帅。因为令郎现在已经不在这个房间里了，那个女的也是我们的人，在遇见您之前一直就是了。遅かった。息子はもう連れ出されている。じゃあやっぱりこいつらも。そうだ。オーナーの手先だった。もう誰も信用できん。明明是你背叛在先吧，这种行为可是罪该万死。别想活着回去。かかってきやがる。私の出番ね。覚悟。釘付けにしてる。行くぜ。やっちまうか。何？来ないし。よし。看这个。ぶちかま。相手してやる。合わせるぞ。よし。さっさと来い。来ねえのか。よし。せい。せい。よっと。俺の番か。俺の番だな。狙うか。二人がかりだ。はっ。わたしの出番ね。よし、ほら俺もやれるぜ。このちょっ牛だぜ。叛徒、你把我儿子带去哪儿了？你要对他做什么？比起你儿子，还是先担心一下你自己吧。你说什么？我会让你儿子死在你的眼前，然后再杀了你。所以你儿子现在没事的，放心啦。混蛋，居然这样和我说话，你怎么敢？息子さんはどこに連れて行かれたんだ？わからん。だが今はまずここを離れなければ。頼む、私をここから逃がしてくれ。そしたら何でも話す。部下はもう誰が信用できるのか今は判断できない。
桐生さん、このホテルから出た方が良さそうです。行きましょう。とにかく安全な場所を見つけねえと。ラーガ。闭嘴别吵，快走。今のやつは味方なんじゃねえか。さあな、見分けられん。とにかく構ってる暇はない。 Wang Tou's left the hotel with Kasuga and his crew. They're heading south. So make sure you tell the cops they went north. Got it. Over here! Someone just fell out the window. Come quick! I've never seen anything like this.もしもし、あ、エイちゃん。春日さん、ネットでニュースになってますよ。何があったんです？涅槃岸の上のフロアからホテルの人が投げ落とされたって。春日、後でかけ直す。警官が戻ってくぞ。これってどういうこと？この先ここで起きること、警察は見てなかったって言いたいんだ。くそ、こいつらみんなオーナーのスパイだったのか。なあ、あんたいくらなんでも人望なさすぎじゃねえか。違う、私は騙されていたんだ。まさかこんなことが。騙されすぎだろう。うるさい。そこまでだ。大丈夫だ、俺たちなら切り抜けられる。ここが正念場だ。行くぞ。さらによ。さあ行きますか。私の出番ね。生活で。はっ、よし、俺の番か。相手してやる。俺の番だな。私も。俺の番だ。合わせるぞ、狙うか。受けてみな。
みんな死ぬなよ。回復だ。ありがとうよ。よし、やっちまうか。はっ、はっ、よいしょ。よし、勝利。よし、やったな。おい、本当？クソ、ちーちゃん、ハンカチかなんか持ってるか？足を縛って血を止めねえと。うん、待ってて、何かあったと思う。こいつからゆっくり話を聞き出す時間が必要だ。それに、誰にも襲われない場所も。それにはどっかで車を手に入れねえと。でも、とりあえずこの場を離れましょう。おい、一番、ウォンを移動させる。おめえも肩貸せ。よ、一番、一旦ここでウォンを座らせよう。大丈夫か、ウォンと。気が遠くなってきたよ。お前らが来てから何もかもがおかしくなった。そうか、そりゃ災難だったね。車探してくる。こいつをこれ以上歩かすのは無理だ。そうだな、一派のセーフハウスまで行けば治療できるはずだ。助かります。できるだけ早く戻る。ああ、頼んだ。あいつもオーナーの手下だとは考えないのか。あんたが誰も信用できなくなってるのはわかるけど、トミーは大丈夫だ。まあいい、あいつが裏切らなくても私が死にかけてることに変わりはない。まだ大丈夫そうに見えるぜ。しっかりしろ。あんたには聞きたい話が山ほどある。何だったかな。あんたが茜さんを探してたな。オーナーから頼まれたからだったな。オーナーの宝物ってのを茜さんが持って逃げている。ああ、何者なんだそのオーナーってやつ。オーナーは私が考えていた以上にこの島を根深く譲っていた。私の組織にスパイを送り込み、警察にも、それにバラクーダにも内通者がいる。スパイたちのオーナーへの忠誠心は本物だ。お前らも見たろ、カジノから飛び降りたやつは私の裏切りをオーナーに知らせるために、それだけのために死んでみせた。オーナーの正体はな、ブライスだ。え？ブライスって？ハワイの教団、パレカナの教祖だ。彼がばあさんを探せと。教祖って？嘘だろ。じゃあ、あの人が？なんでだ？だってパレカナは茜さんが信じてた教団じゃねえのかよ。それがなんで茜さんを捕まえようとすんだ。